先月、冷凍していた母乳が盗まれた。夫に、知ってる？と聞いても知らないと。そのまま、通報の許可をもらい通報。2週間ほど経ったある日、チャイムが鳴った。出てみると、マルケンの栄養です、と。そんな知り合いはいない。マルケンにも親戚も知り合いもいない。部屋をお間違いでは？と対応。すると、あの、母乳ありがとうございました。ダイレクトに飲みたくて、マルケンから来たんです。と、はぁ？と思いながら。でも、変に冷静に。ああ、今子供起きてるから、うちの階の外で待ってて。とエレベーターを上がってもらった。その間に、何かあったら、いつでも呼んでいいから。と言ってくれていた、隣の事務所に電話。ベランダから二人で行く。と来てくれた。次に警察。最初の通報で来てくれた人につながり、すぐ向かうと。夫にも連絡。出先だったので、会社に確認して、できるだけ早く戻ると。お隣さんに、部屋に呼んで。と言われ、ドアを開けて入れる。すぐにお隣さんに挟まれる A を。お隣さん、もうすぐ警察が来るから、おとなしく待ってて。A を、困ります。帰ります。お隣さんに両脇を押さえられる。警察が来てから話をまとめると、どこかの携帯掲示板で、母乳を X さんに売ってもらった。宅急便の送り状を見てここへ来た。X さんは、振込名も一緒だし、住所が嘘だと思わなかった。メールの履歴も残ってるし、また、売ってくれるって言ってたから、来てもいいと思ったと。少しして夫が帰ってきてから、気分が悪くなったので横にならせてもらった。数日後、振込口座、メールアドレス等から、同じマンションの別の部屋の人が捕まった。挨拶はしたかもしれない？くらいの関係。どうやって侵入したかを聞いて、愕然とした。まず、私の部屋が空いてた頃、ここにしますと契約。鍵を受け取り買い物へ。数時間後、管理会社へ。外に物干し竿を出したら、高すぎて怖い。下の部屋に移りたい。と部屋を変更。買い物の間に合鍵を作り、少しずつ我が家の情報を集め、昼間は私と子だけと知り、この病院で外出中に入ったと。読み返して書き忘れてた。ドロはシングルマザー。母乳を解凍しなければいけない状況になると、フラッシュバックというのか、イライラ、ムカムカ、モヤモヤするので、落ち着きたくて書かせてもらいました。ありがとう。落ち着けました。鍵は出るときに、部屋のクリーニングと一緒に、交換しているそうです。契約書類にも、交換してあると書いてあります。泥が持っていた時間が2時間ほどだったので、そのままにしてしまった。と謝罪され、鍵の交換、家賃3ヶ月分を無料にしてもらうことで、管理会社とは和解しました。引っ越したかったのですが、被災地ど真ん中で、ペット科の物件がもともと少ないのもあって無理でした。栄養は、警察署で事情を聞かれ、携帯等の証拠を見られ、もう私家に関わりません。購入等の一連の出来事を口外しません。と念書を書き、警察官2名に付き添われ、9時間くらいかけて帰ったそうです。そこで、箱や袋等を回収され、その後は知りません。やっぱりというか、盗まれたものは母乳だけでなく、貴金属等、しまい込んでるものも盗まれていて、栄養に送られてないか等の確認もあったそうです。泥がどうなったかは知りません。夫が対応しています。子供が心配だったのですが、泥両親が連れて行ったそうです。泥両親がまともな人なので、そちらと話し合い中。泥両親は、泥の子供を引き取りたいので、慰謝料等は払いますが、被害届の取り下げだけはやめてほしいと言ったそうです。その話がどこまで進んでいるのかは知りません。住所の部屋番号だけうちで、名前は泥でした。栄養はそれなりの仕事なので、
これ以上問題に巻き込まれるのを嫌がっていたそうです。一連なことを口外しないでください。は英語から出た言葉だったそうなので、大丈夫だと思います。だらだら失礼しました。落ち着いたら精神科へ行きたいと、夫に話してあったので、病院では話さないといけないかもですねと。荒れさせてしまってすみません。英語は犯罪にはなりません。英語が盗んだわけでも、盗めと命令したわけでもないので、家へ来たのも、押し入ったわけではありませんので。